見たらね、あの8分ないし、1分内に茹で上がる。はい。時計によって。生で入れたらちょっと、うん、いや、あの、水で入れたらちょっと時間かかるけど。はい。8分まで湯がけると、うん、ラーメンもあのおつゆのおつゆ作っといてその中へ入れるがやき、うん、これねやっぱり炊かんといかんってこれ炒めないかん。はい。ネギもあったかね。ネギないけどもうあるのでしょ。うん、ネギからいろいろいっぱい入れたら、あるものを入れたら、うん、炊き込むがじゃないからね。まあね、うん、これも略さね、うん、これいちいち取り寄ったけどね大変やろ、そんな。いや、ほんでいちいち取り寄った、うん、綺麗な、ほら、あ、買ってきたばっかり。本当にもう、うん、うん、だしつゆはもう20年は使う、うん、うん、急にだしつゆの話になった。利用してもね。うん。卵を沸騰しだしたよ、これ。沸騰せないかんの。うん。さっきの見てくれよ。大体。いや、見てなかった。今からでもこの。8分？もう2分ばさ、10分。まあ、そうやね。取り出してから焼き。もう2分半やね、ちょうど。だいたいね。うん。あ、普通やったら15分、12、3分ばゆだった。うん。10分前に終わった。荒っぽい料理。急ぐ言いながら押さえて丁寧にのけるんやね。それのける理由はなんで？いや、半々に引っかかったり。あ、そう。いろいろ。あんまりのけんじゃない。そのまま使いやせん。なんかのけるとか聞いたことないけどね。ちょっと、すごい痛みやすいきね、これ。うん。変色したりとか嫌やろ、うん、まあね。こうやってちょっと転がしてあげたらね、うん、黄身が真ん中へ行くわけ。わかる？意味わかるやろ。
まあよくわからないけど。全然見てない。このザルは近いたくないとこっちで。うん。この麺も見てたみたいな。知らん。2人前やと。うん。こんな大きいよと思う。ラーメン。まあこれにしてあげるしね。うん。まあどっちでもいいけど。これもそう。うん。こうやって転がしてあげたら。すごいね、指でやった。ね。手でやったそのまま。それで。うん。取ってこようか。今ね、これでもう略しなさい、うん、あのようにしたらいい。そんなしたら家であるものを生かしてやったら一番いい。うん、さあ大きいお鍋ってか、大きいお鍋で茹でろ。そうやろ、うん、いかんとかね、小さいの。まあ、わからんけど、茹でれたらいいんじゃない。ねえ、1分だよ、うん、もう8分、うん、それはあの水素水使わんのや。冷蔵庫で氷作った時はね、うん、なんかね、水道の水が一番いいんやってね。あ、そう、うん、なんかほら腐りにくいんやつ、これは。うん、あの、いっぱい入っちゅうじゃない、協力しちゅうから。あ、もうええ色、うん、半熟でもかま、半熟の方がいい。けどラーメンや。もうちょっと、もうちょっといた。塩コショウ、ちょっと入れたいわ。だってラーメンに入れるん。ああ、でも豚骨風やけど。